まあ、今こんな感じで泥が道に溢れててトラックとか止まって作業してるのは昨日の夜すごい大雨降ってその影響で道路がこんな感じになってまあ水が溢れて泥が溢れてっていう状況になって今メインマーケットはこんな感じになってこの中もすごいな。まあ、昨日まではこんなんじゃなかったですよ。
例のメインマーケットでした。